はい、どうもぬい散歩でございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。というわけでね、今回はストリングのインプレーをやっていきたいと思います。それでは早速紹介していきましょう。本日紹介するストリングはこちらだ。ドドン、トロラインのわさびピンクでございます。はい、見てください。このパッケージギラギラしててね、動画映えしますよね。サムネとかもめちゃくちゃ作りやすそう。トロラインのパッケージっていつも独特なんですよ。まあ若干ね、光当たると見にくいかもしれないですけど、しっかりここにトロラインと書かれております。はい、こちらのわさびピンクなんですけど、わさびシリーズの新商品になります。わさびシリーズっていうのは、まあ、グリーンとレッドがあって全部使ったことあるんですけど、比較的硬めのストリングなんかな。うん、硬めやと思います。一番硬いのがこれのグリーンで、その次レッド、そして今回発売されるピンクが、一番柔らかいモデルということです。それではね、開封していきましょう。まあわさびピンク言うくらいやから、ピンクなんでしょうね。これでピンクちゃうかったらもう詐欺です。こちらでございます。感じの紅生姜色ですね。まあこういうピンク系の色味もあんまりないですし、まあピンクっていうか赤とピンクの間ぐらいかな。レッドによく似てますけど若干色は違います。ビジュアル的にはまあ女性向けなんでしょうか。まあ手触りもね、そんなにめちゃめちゃ硬くないような気はしますね。だいたい硬いストリングって触った段階で硬いなってのはわかる。でもそんなことはなさそう。ただまあ柔らかいポリっていうほど柔らかくはないかな。それでは今回はこちらのわさびピンク使っていきたいと思いますんで、ぜひ皆さん最後までお付き合いください。そしてね、今後の動画のモチベーションにもなりますんで、面白かった、ためになったと思ったらぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは本編どうぞ。はい、それでは早速やっていきたいと思います。改めて本日インプレするのはトロラインのわさびピンクなんですけれども、ざっとこのストリングの概要だけ触れていきましょう。こちらのストリングは四角形のがっつりスピンガットで、ゲージはね 1.23 です。冒頭でもお話ししましたように、わさびシリーズとしてはグリーン、レッドがありまして、今回こちらのピンクが発売されたということです。色の違いは硬さの違いですね。グリーンが一番硬くて正直結構硬い。パワーのある男性くらいしか使えないと思います。そしてレッドはそれよりも若干柔らかいんですけど、それでもね、一般的には硬いと思いますし、トロラインのストリングの中でどれがいいですかって聞かれたら、まあ迷わず僕はキャビア、アブソルートあたりをおすすめしてました。ですが今回のわさびピンクはそれに並んでおすすめできるストリングになってると思います。形状が同じストリングでいうとテクニファイバーの 4S っていうストリングがあるんですけれども、まあ、そのストリングもかなり硬いんですね。まあ、それら四角形のストリングは比較的硬いのかなっていうところはあるんですけど、まあ、その中では群を抜いて柔らかいです。ただね、世に出てる柔らかいと言われるストリングと比べると少し硬めではあります。ですが相対的には柔らかいに位置するストリングやと思ってます。打球感はねめちゃくちゃマイルド、ホールド感が強くて球が遅れて出てくるんじゃないかぐらいの感じでした。スピンもめちゃくちゃ引っかかるし、今のフォームでスピンをもっとかけたいという方はね、一度試してもらったらいいかもしれません。スピンがかかる分反発性はあるんですけど、多少ねもっさりする部分は否めないんです。その分ねコントロール性は非常に高いと思います。なのでまあ反発系のラケットに合ってるんかもしれませんね。ここまでざっとお話ししていきましたが、要するに柔らかい激スピンガットっていう風に思ってくれればいいと思います。ターゲットとなる人は今のフォームでよりスピンをかけたい方、柔らかいストリングでスピン性能を求めてる方あたりだと感じてます。逆にね、球弾きの良さを求めてる方に関してはマッチしないんじゃないかなとは思いますね。はい、早速ね使わせていただきました。今までのわさびに比べるとめちゃくちゃ柔らかい、かなり柔らかいです。で、なんかね打球感はすごい包む感じ、ぐいっと食いつきのいいような感じがして打ちやすい、正直打ちやすい。太さもね、まあ、ちょうどいいから124かな。
ぐらいなんでめちゃくちゃ打ちやすいですね。それでいてまあ四角形なんで、あの引っかかりもいいから持ち上がりもかなり、あると思います。はい、それではねちょっとこのわさびピンク使ってダブルスやってみました。やっぱりねスピンしっかりかかってくれるんで、強気でレシーブいけますよね。なのでリターンダッシュとかも正直しやすかったですし、どちらかというと合わせるプレーというよりはしっかり振っていくプレーがやりやすかったなという印象を受けましたね。ボレーに関してもやりにくいということは全然なかったので、非常にバランスが取れてるストリングかなというところです。本当にねあのレシーブがやりやすかった、まあ、こんな感じで振られてもしっかり抑えられますし、かなりねレシーブの点で僕はあのメリットを感じたかなと思います。ストリング変えるだけでだいぶねプレーっていうのも変わってくると思いますんで、皆さんねあの振り切りたいとか、もっとしっかり合わせてラリーがしたいとか、そういったニーズに合わせてもストリングっていうのはしっかり変えていくべきかなと、僕は思います。確かにね、YouTube やる前は僕もね何でもええわと思ってたんですけど、やっぱりこうやっていろんなストリングラケット使わせていただくと、自分に合ってるラケットストリングっていうのがもうしっかり分かるようになりましたね。ほんでね一般の方とかって結構伸び悩みとかっていうのあると思うんですよね。まあそういう方に関してもラケットとかストリングをちょっと変えるだけで、今までコーチに言われててできてなかったことが、いきなりできるようになったりとかも、することは結構あったりします。ラケット変えて球離れが良くなってね、急にボレーが弾くようになったとか、そういったこともね結構あったりするんですよ。特にね発展途上の皆さんに関してはその時期にあったストリングとかっていうのも絶対あると思いますんで、まあまあストリング1本張り替えるのに4000ぐらいかかってしまいますけど、まあラケット変えるよりは安いかなと思いますんで、そこはねちょっと行き詰まってしまった時とかは、視野に入れることもありかなと、いうふうに思います。まあ、私事なんですけど、まあ、僕みたいなんはもうね実力なんてそうそう伸びないです。なので、まあ、皆さんに比べると本当にもうパンツの緩んだパンツのゴムの紐みたいな、そんな感じですから、まあ、そういった緩んだゴムをねしっかりと締め付けるためにも、こういうねラケット選びストリング選びっていうのは慎重にしていかないとなというふうに思っております。というわけでね、今回トロラインのわさびピンクご紹介させていただきましたけれども、相対的にすごく柔らかくてスピンのかかるストリングです。個人的にはすごくいいストリングだなと思いましたので、一度使ってみてはいかがでしょうか。というわけで今日はこんなところで終わらせていただきます。おつさんぽ、バイバイ。